フィレンツェ。フィレンツェは、イタリア共和国中部にある都市で、その周辺地域を含む、人口約38万人の基礎自治体、コムーネ。トスカーナ州の州都、フィレンツェ県の県都である。中世には、毛織物業と金融業で栄え、フィレンツェ共和国として、トスカーナの大部分を支配した。メディチ家による、統治のもと、十五世紀のフィレンツェは、 ルネザンスの文化的な中心地となった。市街中心部はフィレンツェ歴史地区としてユネスコの世界遺産に登録されている。1986年には欧州文化首都に選ばれた。古代ローマ時代、花の女神フローラの町としてフロレンティア、フローレンチと名付けたことが語源とされ、周辺国の古称にもその名残がある。フィレンツェは セネセ・クレイビ・ヒリスの盆地に位置している。アルノ川と三つの小川が当地を流れる。隣接するコムーネは以下の通り、フィレンツェは古代にエトルリア人によって町として建設されたが、直接の起源は、紀元前59年、失政官カイサルによって入植者、退役軍人への土地対応が行われ、ローマ植民都市が建設されたことによる。 中世には一時新聖ローマ帝国皇帝が支配した846年から1197年。次第に中小貴族や商人からなる支配体制が発展し、1115年には自治都市13世紀に共和制となったフィレンツェ共和国1115年から1532年。フィレンツェは近郊フィエーゾレを獲得し、 アルノ川が潤す広大で肥沃な平野全域の支配計画を埋めた。1300年頃、二つの党派、強硬派、強硬党、ネイリ、黒党と皇帝党のビアンキ、白党による内乱が始まった、強硬派と皇帝派。内乱は終止符が打たれ、破れたビアンキに所属し、石組合からプリオリに押されていたダンテ・アリギエイリは1302年、フィレンツェから追放される。 この間の事情については、当時のフィレンツェの政治家、D のコンパーニが年代記を残している。このような内部構想が起ころうとも、都市は繁栄していた。その後、遠隔地との交易に加えて、毛織物業を中心とする製造業と金融業で、フィレンツェ市民は、莫大な富を蓄積し、フィレンツェは、トスカーナの中心都市となり、最終的には、 トスカーナの大部分を支配したフィレンツェ共和国の首都になった。その上、商人と職人が強力な同業者組合を組織したことでフィレンツェは安定していた。最も裕福だった毛織物組合は14世紀の初めに約3万人の労働者を抱え、200の店舗を所有していた。メディチ家は金融業などで有力になり、1397年から1494年、 商人と銀行家は、姿勢の指導的な立場に立ち、フィレンツェを美しい都市にする事業に着手した。14から15世紀には、ミラノとの戦争を繰り返したが、1406年に、アルノ川下流にあるピサを獲得して、待望の海を手にした。1410年にジョバンニ・ディビッチは、ローマ教皇庁会計員の財務管理者なり、ピサ教会会議の対立教皇アレクサンデル5世が、 休止すると暗殺説もある、ヨハネス二十三世を対立教皇に据え、メディチ銀行は教皇庁との取引で莫大な利益を上げた。1433年、労働者と富裕階級の衝突は頂点に達し、コジモでメディチは貴族党派によってフィレンツェから追放された。だが、翌年コジモは復帰して敵対者を追放し、仮想階級と手を結ぶことで、 名目上は一市民でありながら、共和国の真の支配者となった。1439年、フィレンツェ公会議。1464年のコジモの信号は、そのコピエロにその権力を継承した。孫のロレンツォの時代には、フィレンツェは、ルネサンスの中心として、黄金時代を迎えた。ロレンツォイルマニーフィコ、偉大なるロレンツォと呼ばれたロレンツォは、 学問と芸術の大保護者で画家のボッティチェッリや人文主義者をその周囲に集めた。ロレンツォは共和国政府を骨抜きにし、その野心的な外交政策で、フィレンツェは一時的にイタリア諸国家間の勢力の均衡を保たせることになった。フィレンツェのフローリン金貨は全欧州の貿易の基準通貨となって、フィレンツェの商業は世界を支配した。建築、絵画、 彫刻におけるルネサンス芸術は十五世紀を通して大きく開花し、ボッティチェッリ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロなどの巨匠が活躍するルネサンス文の中心地となって学問、芸術の大輪の花が開いた。教皇シクストゥス四世、在位百七十一年から四百八十四年がメディチの特権を取り消し、四百七十八年に ロレンツォと弟ジュリアーノが襲撃されたパッチ家陰謀でメディチ家の打倒が図られたが暗殺者らと陰謀に加担していたパッチ家は捕らえられて処刑された。同年、シクストゥス四世はスペインイタン審問を許可しユダヤ人商人への借金が多かったフェルナンド二世はイタン審問によって社会的に抹殺することで債務を帳消しにしていった。翌年に計画の首謀者とされた ピサ大司教が殺害されると、教皇庁とフィレンツェとの間で2年間の戦争が勃発した。首謀者は、ウルビーノ公国のフェデリー・コダ・モンテフェルトロとする研究もある。1482年にシクストゥス4世は、ベネツィア軍によるフェラーラ公国への攻撃を計画したが、ミラノ公国のスフォールツァ家、フィレンツェのメディチ家、アラゴン庁ナポリ王国が阻止に動くと、翌年には、 ベネツヤへ近霊を発した。1484年8月7日に、バニョーロの和議が締結され、8月12日にシクストゥス4世の皇居が発表されるまで、この混乱は続いた。1493年に、ボルジア家出身の教皇アレクサンデル6世、在位。1492年から1503年は、ハンナポリ王国同盟を結成し、 1494年秋には、フランスのシャルル8世に、ナポリ王国の回復と称して、イタリアを侵略さた。ロレンツォの後を継いだこのピエロ2世は、ナポリオフェルディナンド1世が、フィレンツェ共和国、ミラノ公国、ベネツィア共和国と同盟していたため、フランスに対して20万グルテンの賠償とかつて征服したピサをフランスに渡すという屈辱的な情報をした。 これに憤慨した民衆は、同年ピエロを含む一族をフィレンツェから追放し、共和制を敷いた。ピエロ失脚後に、フィレンツェの指導者として登場したのは、ドミニコ解散マルコ修道院の院長ジロラモ、サボナローラだった。しかし、ロレンツォの宮廷の贅沢を通列に非難していた、サボナローラは、教皇をも批判するようになり、少しずつ民衆の支持を失っていった。 1498年、サボナローラはとうとう民衆に捕らえられ、裁判にかけられた後処刑された。1499年に、マキャベリは、ピサ戦役を計画し、翌年に、フランス軍とスイス傭兵を用いて実施したが失敗終わった。1503年に、教皇ピウス三世は、在位26日で急死し、暗殺説あり、チェーザレ・ボルジアの指示を取り付けた。 新京皇ユリウス二世、在位、1503年から1513年が就任。チェーザーレはすぐに失脚し、カンブレ同盟戦争、1508年から1516年が勃発。1512年スペイン軍によって、メディチケが権力の座に復帰すると、1513年2月に、ボスコリ事件でマキャベリが失し、3月メディチケから、 新教皇レオ10世が誕生する。マキャベリは、イントン生活中、1513年から1514年に、君主論、政略論を完成した。1517年に、レオ10世が、サンピエトロ大聖堂建設資金のために、ドイツでの食油上販売を認めると、ルターは95箇条の論題で、これに抗議したことをきっかけに、1525年の、 ドイツ農民戦争が勃発して宗教改革が本格化した。1521年にミラノ公国のスフォルツ家を追放した。1527年に教皇クレメンス七世在位。1523年から1534年がフランス王、フランスは一世と同盟を結んだことをきっかけにカール五世による報復のローマ略奪を招いた責任を問われて、 再び追いされた。1530年にはクレメンス7世と皇帝カール5世が和解したため、メディチケはフィレンツェに帰還、復権する。1532年にはフィレンツェ公国、1532年から1569年となった。1533年にクレメンス7世は、フランス王フランスは1世と縁組をまとめ、カトリーヌ・ドメディシスと後のアンリ2世が結婚。 カトリーヌは十人の子を産んだもののフランスの政情は不安定で、ユグノー戦争、1562年から1598年が勃発してしまう。教皇ピウス五世、在位、1566年から1572年のフランスへの影響力を示し三バルテルミの虐殺、1572年が知られている。1569年にメディチ家の冒険から、 フィレンツェ港となっていた、コジモ一世に、教皇ピウス五世の手で、トスカーナ大公の称号がメディチ家に授与され、フィレンツェは、トスカーナ大公国、1569年から1860年の首都となった。コジモ一世は、成長、現在のウフィツ美術館や、バザーリの回廊などを建設し、今日のフィレンツェの景観を作り上げた。フランスでは、 バロア朝が断絶し、1589年にアンリ4世、フランス王が、ブルボン朝を開いた。第二代トスカーナ大公フランチェスコ1世、在位、1574年から1587年、は、娘マリード・メデシスを、フランス国王アンリ4世、フランス王の二番目の王妃に据えることに成功し、息子ルイ十三世、フランス王を生んだ。フィレンツェは、 第三代トスカーナ大公フェルディナンド一世在位1587年から1609年の地世までは繁栄していたもののフェルディナンドの死後徐々に衰退していった1737年第七代トスカーナ大公ジャンガストーネが没するとメディチ家の継承者は途絶えメディチ家のトスカーナ支配は終わったその頃ロレーヌロートリンゲンは大だったフランツ 後の、神聖ローマ皇帝フランツ一世は、オーストリアハプスブルク家のマリア・テレジアとの結婚を、周辺諸国に認められる代わりに、ロレーヌ公国をフランスへ明け渡すことになっていた。このフランツが、ちょうどメディチ家が断絶して、空位となったトスカーナ大公を継承することになり、トスカーナ大公としては、フランチェスコ二世、以後フランツとマリア・テレジアの子孫で、 ハプスブルクロートリンゲン家に継承された。フェルディナンド3世は1799年フランスによって退位させられたが1814年復帰した。1849年に追放されたレオポルド2世はオーストリア軍と共に復帰したがイタリアの独立を求める戦いが続き1859年に退位した。結局、 18世紀から19世紀までフィレンツェはナポレオン時代を除いてハプスブルク家の支配下にあった。1860年にイタリア王国1861年から1946年に合併され、1865年からビッーリオエマヌエーレ2世の治めるイタリア王国の首都となるものの、1871年首都はローマに移された。 第二次世界大戦中、フィレンツェの記念建築物の大部分は、イタリア軍と戦う連合国軍と、イタリア軍の降伏後に、イタリア北部を占領下において連合国軍と、戦ったドイツ軍による被害を免れが、イタリアを北上する連合国軍と、ドイツ軍との戦いの中で、ベッキオ橋を除く橋のすべてが1944年に、破壊された。第二次世界大戦後は、 世界各国からの観光客を受け入れるイタリアでも、有数の観光都市として繁栄しているほか、外国の大学の分校なども設けられている。1966年のアルノ川の大洪水で、たくさんの芸術財産が被害を受けたが、その多くは、成功な修復技術で数年をかけて復元された。フィレンツェには、以下の分離集落、フラツヨーネがある。観光業、 繊維工業、金属加工業、製薬業、ガラス、洋業、ジュエリーや刺繍などの工芸が盛んである。貴金属、靴、革ジャケットなどの革製品、フィレンツェガムや、手作り香水や化粧品、焼き物など、伝統的手工芸製品の小売店も多い。観光は、サンタマリアデルフヨーレ大聖堂、サンタ、クローチェ聖堂、サン、ロレンツォ聖堂、サンタ、 マリアノベッラ教会、ウフィチ美術館などの歴史的な建造物が中心である。これらの観光客を受け入れる高級ホテルから学生向けの安宿までが多数存在している。フィレンツェは温暖湿潤気候、シエフと地中海性気候、草の境界線上である。当地は活発な降水によって蒸し暑い夏と涼しく湿った冬が特徴である。 いくつもの丘に囲まれており、7月から8月にかけては蒸し暑くなる。また盆地ゆえ風が少なく、夏の気温は周りの沿岸部より高い。夏の降雨は大流によるもの。一方冬の降雨降雪は別の理由によるものである。最高気温の公式記録は1983年7月26日の摂取42.6度で、 最低気温は1985年1月12日の日く、摂氏23.2度である。復活祭には、キリストの石管の一部とされる石によって、火が起こされ、それを聖なる火として扱う。パッチ家が製作した出汁に、花火や爆竹を積み、それに、聖なる火で点火された花火を仕込んだ、鳩仕掛けを使って点火する。また、 ルネサンス時代の衣装を着た時代行列や旗投げが行われる。イタリアサッカーリーグのセリエ A のアッコフ・フィオレンティーナ、アッコフ・フィオレンティーナ SPA が本拠を置いている。ホームスタジアムのアルテミオ、フランキ周辺には、サッカー場の他に陸上競技、野球、ラグビーなどそれぞれの専用競技場がある。6月末の聖ヨハネの日には、このフィレンツェの守護聖人にちなんで、 サンタクローチェ制堂の広場で、古式サッカーが4つのチームで行われ、また北方約30キロに、フィアット・クライスラーグループが所有する、ムジェロサーキットがある。鉄道では、トレニタリアの路線がいくつも、フィレンツェを一つの拠点とし、各都市とを結んでいる。街のターミナル駅は、市街地に近いフィレンツェ・サンタマリア・ノベッラ駅、フィレンツェ・ MN 駅で、 ユーロスターイタリアをはじめとする優等列車、さらにはヨーロッパの他国へ向かう国際列車が発着する。街の外縁にはフィレンツェリフレディ駅やフィレンツェカンポディマルテ駅といった中核駅があり、東端式ホームを採用しているフィレンツェ SMN 駅での折り返しを避けるため、短絡線を経由して同駅に立ち寄らず、代わりにそれらが愛園の駅をフィレンツェに置ける。 停車駅としている列車が存在する。市内の交通はこれまで、もっぱら路線バスが担っており、軌道系交通機関は長く存在していなかったが、フィレンツェ SMN 駅前から、隣町のスカンディッチまで通じるトラムが2010年2月14日に、開通た。また、フィレンツェ SMN 駅の周辺には、都市間バスのターミナルがあり、ルッカ、プラート、アレッツォ、 サンジミニアーノなどへ向かうバスが発着している。なお、市内中心地は、住人の自家用車やタクシー、バスなどを除く自動車の乗り入れが制限されており、これを破って侵入した場合罰金を払うこととなる。空港は中規模空港であるフィレンツェペレトラ空港が、北西の郊外にあり、ヨーロッパ各地とを結んでいる。しかし滑走路が1700メートル程度しかなく、 大型機の発着は困難であるため、フィレンツェから西に鉄道、レオポルダ線内市バスで1時間程度行ったところにある、ピサのガリレオガリレイ国際空港も実質的にフィレンツェの玄関として機能している。フィレンツェ市には多くの姉妹都市がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。